ある町の高い煙突は20世紀初頭に日立鉱山の塩害問題の解決に向けて企業と地元の青年たちが苦闘する姿を描いた新田次郎の小説及びそれを原作とした映画1968年に週刊言論に連載され翌年文芸春秋社より刊行された大煙突大正初期の絵葉書より日露戦争開戦の前年 明治36年、茨城県北の山村の青年、関根三郎は、林村の赤沢銅山の技士、チャールス・オールセンに出会い、銅山から出る煙の害について聞く。三郎は、進学を希望していたが、鉱山が木原吉之助に買収され事業拡大されることを知った祖父の兵馬から、進学を諦めて、家を継ぎ、木原工業所との対応に当たるよう迫られる。 サブロは第一高等学校を受験し合格するが、平和がなくなり、その壮列が鉱山の煙に怪我されたことから、進学を諦め村に残り、園外に退治することを決意する。サブロは常吉と同じ園外に悩まされている、愛媛県の別市の視察に行くが、農民決死隊と間違われ一時警察に拘束される。一方、木原工業所は、 軍備拡張の波に乗り新しく大規模な精錬所を建設し、塩外は悪化の一途をたどる。サブローを中心とした青年同士会は、台風や火災の被害を受けた木原工業所に対し、人道的救援を行う一方で、木原工業所からの一切の共応を断り精錬潔白に、塩外問題について木原工業所と対峙した。加平は、外対策に、 神峰山山町に気象観測所を作ることを提案する。淳平はサブローを連れて、中央気象台の藤岡氏を訪ね、煙が地を這うのは逆転層によるのではないかと示唆される。それを聞いてサブローは、逆転層のずっと上から煙を出す、大煙突を立てることを発案する。政府の諮問機関の塩害予防調査会が開かれ、煙を希釈拡散させる。 有効沿道の建設が提案される。藤岡義氏は、大気構造の基礎調査をすべきと提案するが、受け入れられず、有効沿道が建設された結果、入島村の被害は拡大する。塩害問題の世論に押された政府から大量の空気を強制挿入混合して、アリュー酸ガスの濃度を下げる装置を作るよう、通告されるが、この装置も失敗に終わる。 世界大戦の機運が高まる中、銅は増産され塩害はますます悪化し、サブローと淳平は集団離ンの検討を始めるが、かや兄弟と親しくするサブローのことをよく思わない、村民も出てくる。そのような時に、サブローはオール戦からスウェーデンにおいて高い煙突を作ることで塩害を最小限に食い止めることに成功したという手紙をもらう。サブローはこの手紙を持って、 藤岡義氏の協力も得て、木原社長に大煙突の建設を要請する。藤岡義氏の言った上層気流の観測結果とサブローがもたらしたスウェーデンでの成功事例により、木原はついに世界一の大煙突建設を決断する。新田次郎文学費、新田次郎は後書きに、同じ元気象庁職員で進行のあった、日立支店気相談所所代所長。 山口秀夫の勧めによりこの小説を執筆したと書いている。また、神殿は執筆にあたり、日立市天気相談所に取材に訪れており、関根三郎のモデルである関馬の城にも山口の紹介であっている。1989年11月11日に日立市か峰公園内に日立市政50周年を記念して、新田次郎文学費が設置された。 石踏みには、ある町の高い煙突の一節が刻まれている。共産には、多数の関連企業が名を連ねた。日立鉱山を母体としながらも戦後は別々の道を歩んできた、j x t b ホールディングス、日立製作所、日立造船、日産自動車、日本水産、日礼などの各グループが、一般公開の形で一挙に名を連ねるのは久々で、ある。 東京新聞公式ツイッター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 産経新聞ありがとうございます。